本日のコインゲッコでございます。8月9日朝5時ですね。で、えー、いつも見るところは同じです。上場しているコインがついに1万5000個を超えてさらに増えています。1万5000飛んで29個。えー、取引所の数も1168ということで、私たちが使っている取引所ってのは、まあ多い人でもね、10とか20が限度なんじゃないかなと思いますが、まあこういって暗号通貨の世界には1000以上の取引所がありますんで、まだまだね、 私の知らない特質を持った取引所ってのがあるんじゃないかなと思いますで時価総額が徐々に回復してきて319兆円ただ私が低水準として考えている370兆円までまだまだかなと思いますねでビットコインのドミネーションはこの際かなり増えて54%イーサリアムは17%からズルズル落ちていって今14%にとどまっていますね で、ここまで見た上で、個別の銘柄について話を進めていきますけども、ビットコインが870万まで回復。ついこの間までね、800万を割るかどうかってとこだったんですけども、それがだから3、4日前のことですよ。ちょうど日経平均株価が大暴落っていってね、1日2日で7000ぐらい落ちて、その次に3000円ぐらい戻ってきたみたいなことがありますけども、それに比べても、この数十万単位の、ね、上下が、 常に行われているビットコインや暗号通貨業界っていうのはね、うん、大暴落と急騰が交互に毎日起きてると言ってもいいですそのぐらい時間の流れが早いんですよねだから暗号通貨は長期投資だよっていうのはう本当にね言い逃れとか機弁の部類に入るんじゃなかろうかっていう考えもありますねでイーサリアムも徐々に復調はしてきてますけどもまだ40万を超えることがなくてまあ昨今の価格でいうと正水準かなと思いますね で、リップルはあっという間に90円台を回復しました。もう本当にリップルはね、回復が早くなってきました。で、さらに、体のですけども、50円をクリアして、これからね、60円、70円に向かっていただければいいかなと思いますけども、それは、あやっぱりこのマーケット全体の回復度合いにもよるんじゃないかなと思います。で、柴犬、0.00。 2円ままで回復しましたけども、これはね、1月に私のタイミングで購入した方は損がないと思いますけども、今後芝居のどう考えるかっていうことですよね。新規で投資していいものかどうなのか。まあ、これははっきり言って答えはわかりませんけども、私はもうしないですね。1月が最後のタイミングだったと思います。で、あとは、あの死んだ子の数を数えないっていうのがありますけども、タイミングを逃した以上は、あ芝居の以外の アルトコインにね可能性を見出していきたいなと思いますけどもまあ皆さんの考えはまた別にあるかもしれないですねはいじゃあこんなところですかね今日はねはいお疲れ様です